どうも、かげやんです。今日は2021年5月5日、水曜日ですね。水曜日の朝、今日はちょっと雨が降っております。ゴールデンウィークも今日でも最後ですね。明日から仕事という方も多いんではないでしょうか。僕は逆にですね、ゴールデンウィークが仕事で、明日が休みと、いつもと変わらない状態ですね。木曜日が休みということになっております。ということで、きゅうりですが、これは、これは葉っぱですね。まだこの葉っぱの、状態ですね。でですね、これか、こちらが、唐辛子ということで、唐辛子、そんなに変化はないですね。今日は雨なんでね、水やりはなしというところですね。で、これが、これが一番ね、これですね。ナスですね。ナスがこれがどう育っていくかなというところであります。ここちょっと穴開いてますね。ここなんかこう、植えることができる感じですね。ということで、今日はまあ雨ですが、お休みの方多いでしょうけども、今日はゆっくり休んでいただいたらいいかなというふうに思います。ということで、ありがとうございます。